皆さんどうも、回転戦隊サイクロンジャードイヒーです。先生もいるよ。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きにゃんこ大戦争。今日はハチ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 退治と言ってもハチは1回クリアしてるもんね。これでキャラゲット。もっと難しい方行ってみよう。だけどここもあっさり勝利。じゃあさらにパワーアップしたハチ行ってみよう。ここもあっさり勝てるでしょう。相手も強くなってるから厳しいんじゃないの。僕だったら余裕のよっちゃん89歳。よっちゃんとシオリー本当にいけるかな。ああ、いける気しかしませんね。おお、いきなり舌ベロンベロン出してきた。赤対策してないから負け確定。おお、さらにはハチもエイリアンじゃないから負け確定。諦めんの早っ。ハチは古代種かな。古代種だか幼名種だか知らんが絶対勝ってやる。まあ対策してからね。だから今回は負けます。負ける気まんまなのかよ。だって赤も古代も対策してないからね。確かに難しいステージで対策できてないとさすがに厳しいか。ごく厳しい際だよ。僕猫際みたく言ってんじゃないよ。どうしたらいいんだろうな。早いキャラでどうにか攻撃だけどすぐにやられていく。やっぱりどうもできなくて地獄ごく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 牛乳うめー。サナダも蛇攻撃して終わりだよ。どうすりゃいいんじゃいこの状況。サナダ秒殺、秒殺ギネス記録でも狙ってんのか。そんなの狙ってるわけないでしょ。やっぱり厳しそうだね。まったくもって歯が立ちませんでした。まあ今回はわざと負けてあげたんだよね。やる前は勝つって言ってたのにね。速攻やられてあちびちぷー。対策して絶対勝つぞ。プリプリプリパンチ。じゃあしっかり赤対策をしていこう。寿司と拳バーベキュー赤に強いやつ入れてやく。これでリベンジオレンジマジマンジ。まずはガンガンお金を貯めていこう。だって世の中金だ金だ金だ。金があれば何でもできる。背中に羽も生やせるよ。そんなことはできないけどね。じゃあ代わりに背中に羽ってタトゥーを入れよう。何のために。ああ、回転寿司行ったれ。打たれ強いし攻撃力を下げる。下ベロンベロンの攻撃力を下げてくれって古代種のせいで能力無効になっている。これじゃ打たれてよくないし攻撃力も下げてくれないね。動き早いからといってなかなか蜂の攻撃すり抜けれないか。能力使えないならただの回転するゴミだよ。厳しいご意見だ。だけど突破するのを信じて出して出して出しまくれ今だ。今回はいい感じに突破してるね。ああ押し返されてる。せっかく突破したのに押し返されて意味ないよ。意味なし用なし一文なしすっからかん。ギャグ言ってる場合じゃないってどうすんの。もちろん負けます。厳しすぎてあちびちバー。難しすぎるよこのステージ。大連敗だよ。まずすぎむっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。にゃんコンボとかも使ってみようか。体力アップさせてやられないようにする。プラスめっぽう強いもつけてよく。あと焦げたやつがいいみたいだから使っていこう。なんだよ焦げたやつって。大狂乱の猫島ね。猫の目使ってパワーアップ。キャッツアイね。日本語にしなくていいから。果たしてこれでどうなるのか。まずはにゃんこ大戦争恒例お金集め。コツコツ集めたお金は大切に使っていこう。そして焦げたやつを出していく。下ベロンベロンを早く倒せるかがここのポイントみたいだ。なかなか強いから倒すの大変そうだよね。ヘビを倒してくれるからめちゃくちゃいい。そしてハチの攻撃もすり抜けた。今までよりいいね。これならいけるかもしれない。頑張れおこげ。だけど動き遅くされてやられちゃってるから
壁ぐらいにしかならないのかな。結局むずすぎむっちゃん103歳なのか。ここはタイミングよくムート猫を出して攻撃するしかないか。だけど攻撃力を下げてから行きたいですな。回転寿司マンがうまく通れるか。とりあえず蛇を倒してからだねとか言ってる間にガンガンやられちゃってる。大丈夫かこの状況。かなり厳しくなってきてんじゃないの。蛇がずっと出てくるのが残念観念なんでやねんとやさ。だけどいけたずすし攻撃力下げろ。なかなか下げてくれない。下げてくれないとムート猫がすぐにやられてしまう。やられちゃったよ。人生終わり。人生は終わらないと思うけどね。さらにはエメラルド犬も出てくるのかよ。これはきつすぎる戦い。どうすりゃいいんじゃい。焦げたやつだけじゃどうにもならないよ。真田とかもいっぱいいろいろ出してるか。やられちゃった。嘘でしょ嘘でしょ。ここまで頑張ってきたのに撤退して頑張ってないけども、ここまで来たらもうどうすることも分かってきません。やられちゃったよ。あちっぺちっぱー。対策してもなかなか厳しいね。赤いやつを倒せた方がいいからめっぽう強い拳バーベキュー。あと動き遅くしたいから猫カンカン。スパンパン祭りから進化だ進化だ進化だ猫カンカン。本能でスピードを上げたかったけどもダメだ。大丈夫かな。あとは電気ビリビリにしていこう。これでリベンジオレンジマジマジ。拳バーベキューに全てをかける。どうにか赤い敵をどんどん倒してくれたらいいね。やるときはやるってのを見せてあげましょう。出てきたな蜂野郎。古いから蜂ばあちゃんだ。また適当な名前をつけてるな。焦げたやつを出して前線を守りながらお金を貯めていこう。だけど次から次へと焦げたやつ出さなきゃいけないからそう簡単にはお金が貯まらない。猫牧場も出したらよりお金なくなっちゃうね。ああ寿司野郎能力使えなくなっちゃった。ああ焦げたやつもこれはピンチ。ピンチ取り越してプチプチポチポチとか言ってる場合じゃないよ。どうすんだよ。すり抜けのタイミングさえ分かれば簡単なんだろうけどな。拳バーベキューナイスすり抜け。あとは吹っ飛ばしながら倒せ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 。これはいい感じにいけたね。下ベロンベロンさえ倒してくれればもう勝ちだ。頼むぞ拳バーベキュー。かなり頑張ってるね。このまま倒してくれそうだね。当たり前だのブラックマ。だって拳バーベキューだよ。剣なんだけどな。とどめの一撃いったれ。ああ自分にとどめさしちゃった。嘘だろ結局倒せないのかよ。だけど一択君は倒してくれたよ。あとは頼んだムート猫下ベロンベロンを倒してくれ。倒さずにやられてった。嘘だろ嘘だろ。さらにはまた骨むき出しも出てくるのか。さっき倒したじゃん。これはピンチピンチ超えすぎちゃってチャンス。どこがチャンスだよ。大ピンチじゃないか。だけど押されてはいないからここでもう少し頑張ってくれ。そしたらまた拳バーベキューいけるから。それまで持ちこたえれるか。あクラロワやろにゃんこ大戦争やめてクラロワやろ。もっと戦いに集中しろよ。どうしても出すタイミング失敗しちゃうの。能力無効になっちゃうときついね。よしここで拳バーベキュー出せるようになったぞ。タイミング見計らっていけすり抜けろ。まずは骨むき出しを倒していこう。おおあっさり倒せたって下ベロンベロンまた出てくるの。2体も出てきたらきついって。さらには拳バーベキューが能力向こう。ああそしてすいにゃるこれは地獄ごく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 牛乳うめえ。今日中2体はかなりしんどいね。どん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 やられてく。こんなのも絶対に勝てないやつじゃん。2体もいたら近づけなさそうだね。もうどうすることもできなくて負けちゃいました。あちっぺちっぱー。
ここから地獄の大連敗地獄ね。あちゃ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 、ビチバー。さすがに厳しい戦いだった。ああもうやだ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 、やってられません。また次回頑張るしかないね。というわけで今日はここまで。よかった高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ、ポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。